もうそろそろ学校着きます。ちょっと緊張してきました。学校着きました。そろそろ学校に着きます。学校に着いたのでこれから撮影頑張りたいと思います。撮影頑張ります。頑張ります。小さい頃からダンスを習っていて、衣装に合わせてメイクアップをしたりするのが自分の中で好きでもあったので、高校生の時に美容部員になりたいと考えていたので、メイクがとっても好きで小さい頃から興味がありました。他の美容学校と違う厳しい環境の中で自分を高めたいなって思ったので、ここに決めました。中学校時代にヘアセットをするのが結構周りで流行ってて、でその自分自身も昔から人の髪の毛も、自分のもそうなんですけど、髪の毛を触るのが結構好きで、
はヘアが終わりました。メイクはこれからやります。じゃあインタビューしましょう。自分の印象でまずやってみて、はい、僕はヘアだけ終わりました。メイク中です。ヘアは終わったんですかこれ。いや、ヘアまだ途中です。あ、途中ですか。うん、じゃあこれから仕上げていくということで、はい、はい、ありがとうございます。ありがとうございます。インタビューします。僕はヘアだけ終わりました。メイクこれからやります。はい、進み具合は、進み具合ですか。このベースメイクをすごいしっかりやってもらって、はい、肌が綺麗に見えて嬉しいです。ヘアは終わった。上手に。ちょっと慣れてない。可愛くとしてくれ。慣れてないです。ヘアは大久保校長先生にやっていただいて、サラサラにしてもらいました。なるほど。ありがとうございます。はい。ありがとうございます。こんなの多分。はい。あれ、どっちも終わった？終わった。ヘアとメイク終わったそうです。メイクさん、うん、うん、終わった。最終チェックみたいな。最終チェック。はい、じゃあいいですか。じゃあ、だいたい終わりましたね。じゃあ終わりました。完成？はい、はい、お疲れ様です。完成です。3人終わりました。普段先生とかになんかヘアとかメイクとかされることってあんまりないので、なんかそれも貴重な経験でしたし、写真とか動画を撮られるっていうのもこういうのはなかったんで、ちょっと楽しかったです。緊張してました？いや、全然してなかったです。初めてのことだらけで、表情作りとかは自分は難しかったなって思いました。実際に先生方にヘアメイクやってもらって、筆のタッチがすごい柔らかかったです。友達にやられるとたまに痛い子とかいるんですけど、全然感じませんでした。すごい貴重な経験をしたなって思いました。いつも自分がしているメイキャップやヘアと違って、ホワイトの衣装だったりとかが明るいイメージだったので、見た目も内側も明るく撮影ができたかなと思います。はい、お疲れ様です。感想どうぞ。感想、いや、疲れました。なんか黙ってなきゃいけないんで。ちょっときつかった、きつかったです。どうですか、お二人から今日は。似合ってますお似合い。ありがとうございます。すみません。どうですか。いや、綺麗です。綺麗です。綺麗です。将来の夢は美容師になって、ちゃんと自分で生計が立てれるようになって、その高校時代にもう一人美容学生で別の学校行った子がいるんですけど、その子と一緒に店持とうねっていう約束というか夢を語ってたんで、それを実現できるようにしたいなって思ってます。
これから個人で撮っていきます。はい、頑張りましょう。頑張ります。イエーイ。将来の夢は、私はお客様に満足していただく応対をするのはもちろんなんですけども、それ以上にお客様の美しさを引き出す、そんな提案ができる DC になりたいとずっと思っております。将来の夢はお客様から接客して一番いいって思われるエステティシャンになりたいです。撮影終わりました。普段経験できないことできたんで楽しかったです。先生にヘアとメイキャップしていただいて、すごい新しい自分に出会えた感じがします。ありがとうございました。貴重な経験ができました。ありがとうございました。わあ。ありがとうございました。はい、お疲れ様でした。お疲れ様でした。今日は日曜日なんですけれども、カンガルースタッフがあるのでこれから行きたいと思います。指定の制服があるのでこれでデパートに今から向かいます。行ってきます。おはようございます。今日は国家試験のカットとメイクの授業があるんですけど、自分カット大好きなんで今日も一日頑張りたいと思います。学校行ってきます。ビューティースペシャリストコース、今村ゆり子です。今カットの授業をしています。このカットウィッグから